たせいたしました。皆さん、こんにちは。本日は、マツエフォーゲルパークにご来園いただきまして、誠にありがとうございます。ただいまより、さまざまな鳥が登場するバードショーを行いますが、ショーを始める前に、皆さんにお願いがあります。このショーでは、実際に皆さんのお近くまで鳥たちがやってきます。その鳥に合わろうとして、手を伸ばしたり、鳥たちが飛んでいる最中、急に席を立ち上がって、移動などされますと、ショーを頑張っている鳥とぶつかり、皆さんが怪我をすることがありますので、今いるお席にしっかりと座ったまま、ショーはお楽しみください。それでは早速、一番手のご紹介です。一番手は皆さんから向かって左手、スタッフの手に乗って登場です。さあ、最初にご紹介するのは、ハヤブサです。種類名、ラナーハヤブサ。名前は、チハヤ。男の子です。さあ、皆さん、チハヤの顔にご注目ください。何やら、かぶり物をして登場しました。マスクつけてます。こちらは、アイマスクと言われるもので、ハヤブサにとっては、とっても重要なアイテムです。実は、こう見えてハヤブサ、結構臆病で神経質な生き物。なのでショーの場合に何か気になるものを見つけてしまうと、それが気になって飛べなくなってしまうなんてこともあります。そういったことにならないようにああやってマスクをつけて登場しました。さあ、ではちはやこの会場に一体何をしに来たのかというと、皆さんに豪快な狩りの瞬間をお見せするためです。さあ、私が持っているこれはルアーです。獲物に見せた作り物です。このルアーをこのように大きく振り回すと、ちはやにはこの先の黒い部分が小さな鳥などに見えるそうです。さあ、最終的にこのルアーを空中へ放り投げます。そして空中で見事キャッチもしくは蹴り落とすことができれば狩りは成功です。ただですね、この狩り、私とちはやの息がぴったりと合わないと成功しない大技です。ちなみに成功確率は低いです。さあ、なのでね、私が成功するように皆さん祈っておいてください。さあ、では本日成功するんでしょうか、失敗するんでしょうか。向こうがれちはや準備できたようなので、マスクを外して狩りスタートです。さあ、皆さん狩りは一瞬ですよ。行きましょう、ちはや。皆さん失敗でーす。投げる瞬間に、ね、私の指に引っかかってあんまり高く上がりませんでした。ですがね、ちはや見てください。ルアーについたおやつを自慢げにね掴んで食べています。本人はね成功した気満々です。さあ、そして皆さん、ちょっとちはやが地味に羽を下に下げてます。これはマントリングと言われる行動で、今全力で足元のおやつを皆さんから隠そうとしています。ですがね、多分丸見えかもしれませんがね、見えないふりをしておいてください。さあ、ちはやね、しっかりとおやつ食べ終わった後はお兄さんの元戻って、狩りは無事終了です。ではもう一度皆さんの前を歩いて通ります。ですが次はマスクがついていません。さあ、どんなお顔をしているのかね、皆さんよくご覧ください。怖い顔をしているのかと思いきや、意外と可愛い顔をしています。目が大きくてクリクリとしていて小顔です。とてもね可愛らしい顔をしているんですが、その可愛い顔で食べているものは生のお肉です。はい、なのでちはやの足元はあんまり見ない方がいいと思います。さあ、本日ね狩り失敗に終わってしまいましたが、今後とも私が練習頑張っていきたいと思います。一番手ラナーハヤブサのちはやでした。さあ、ちはやの次に登場する鳥たちなんですが、皆さんの後ろにいます。ちょっと後ろにご注目ください。通路の奥に林が広がっています。そのまたずっと奥の方で現在6羽の群れが展開をして待機しています。では、ね、今からこの広場にその鳥たち呼ぶんですが、それにはこの鈴の音が必要です。
ちなみにこれ100均で買ってきました。さあ今からこの鈴、私が鳴らしてもあんまり面白くありません。なのでどなたか1名様お手伝いをお願いしたいなと考えているんですが、この鈴鳴らして鳥たち呼んでみたいという方、年齢性別どなたでも大丈夫です。その場で手を挙げてお知らせください。いませんか？ここ手を挙げないとバッサリ私切る予定ですが、いいんですか？もう一回いきますよ。手を挙げてお知らせください。はい、ありがとうございます。そちらの女性の方にこちらまでお越しください。はい、あちらの女性の方に皆さん感謝してください。手を挙げなかったらバッサリ切る予定でした。はい、ではこの鈴持ってもらって、向こう側にいる鳥たちがここに来るまで鳴らし続けてください。では皆さん後ろにご注目ください。ちなみに飛ぶ速度、先ほどの千早と同じくらい結構速いです。目線を切ると見逃すのでしっかり見ておいてくださいね。ちなみに6羽の群れがやってきます。では早速呼びましょうかね。では鳴らしてください。お願いします。さあ皆さん鈴の音に誘われてこちらにやってきてます。よーく見ておいてください。見逃しますからね。さあ結構速いですね。風に乗ってこちらにやってきてます。さあよーく見てください。皆さんもう見逃しましたよ。前向いてください。さあ前から何やらやってきました。やってきました。全力疾走、そして低空飛行でこちらに向かって登場です。さあやってきたのは仲良し6羽のアイガモたちです。さあこちらのお客様に大きな拍手をお願いします。はい、ありがとうございました。これプレゼントです。はい、どうぞね、お席で最後までご覧ください。さあこの登場仲間たちをして、私を鶴の後についてくるようにトレーニングを積んだので、それがなるたびに僕はみんなついてくるんですから、お気づきですかね。皆さん今帰ろうとしています。バレとるぞ。まあいいか。中でも一番のお家に帰ってますからね。放っときましょう。さあこの登場したカモたちは水鳥と呼ばれる種類の鳥です。まあ、皆さん水鳥と言ってですね。ちょっと待てよ。今になったぞ。待って。帰るな。おい。あいつらも。残ったら今になりますね、皆さん。さあ水辺にね、プカプカと浮かんで、ついつい泳いでるイメージがあると思いますが、水の上走っても意外と足は速いです。お尻を振りながらね、こちらへ可愛くついてきます。さあついてくるときと出てくるとき、この鈴の音が合図でした。ではこの鈴鳴らすのをやめるとどうなるでしょうか。お家へ入ります。バイバーイ。さあこの辺、あの辺に行くとね、だんだん加速します。さあお家を見つけると加速しました。さあ無事にお家に帰ったようなので、出番はおしまいです。仲良し6羽のアイガモたちでした。さあ先に帰った子たちはね、後で反省会をしたいと思います。さあそんな気まぐれなカモたちの次に登場する鳥は、先ほどの千早と同じく猛禽類が登場します。ですがその猛禽類、ある習性を持っています。それは動くものを見ると全てを獲物と判断して向かっていくという習性です。はい、なのでこれからの時間帯ですね、特に前の方に座ってらっしゃる小さいお子さんですね、この広場に入って移動されますと、もれなく次に登場する鳥のおやつになりますので、しっかり座ったままご覧ください。あ、ちなみに次に登場する鳥、足に鈴がついていますので、その音を頼りにどこから来るか探してみてください。さあではね、早速どこから来るんでしょうかね。呼んでみましょうか。出番だよ、ベイトルです。奥ですね。さあやってきましたよ。鈴の音とともに私の元へ登場です。さあ登場したのはアリスホークという種類のタカです。名前はタカヤ、男の子です。さあ今からタカヤですね、皆さんのお近く頭の上のスレスレなんかも行くかもしれませんのでね、もし飛んできたら迫力ある飛んでいる姿ご覧いただこうと思います。さあこのアリスホークはとても人に慣れやすく扱いやすいため、こういったテーマパークのショーでよく出会う鳥の一種類です。その慣れやすさから空飛ぶ
犬とも呼ばれています。さあそろそろ一回来れるかな、ちょっと足場を確認してますが、行けるかな、行ける、高谷足引っかかった、行くよ高谷、こっち、もう一回呼ぼうかな、行くよ高谷、さあやってきました、あ来ませんでしたね、私無視しましたさあそしてね、私が言っているこのハリスホークという名前は英語の名前です。では日本名は何かというと、桃赤のすりと言います。さあ桃赤というのは太もものあたり赤茶色をしています。そこから桃赤です。そしてのすりというのは地面すれすれ、脳をするように飛ぶ鷹の仲間のことです。それを合わせて桃赤のすりです。さあ高谷、次こそこっち来れるかな、いける、いい、高谷こっち、こっち、高谷今日やる気あるんでしょうかね、もう一回呼んでみましょうか、いける、高谷なんかちょっと飛びにくそうだけど行きましょうか、高谷こっち、全然見てないね、高谷こっち、どこ行く、なんかね山の方に行ってしまいますね、あ大丈夫ですか、高谷今日なんかあんまりやる気がないようですね。さあそんな高谷なんですが、たまに皆さんの頭の上スレスレ飛んでいくことがあります。その時にぶつかる心配されるんですが、あのね、皆さん心配しなくて大丈夫です。暮らしている現地、南アメリカのジャングルですので、皆さんを受けるのはとっても得意です。なので近く飛んできてもぶつかることはたまにしかありません、安全です。たまに当たるといっても羽の先や尻尾の先が少しかするぐらいですので、当たった方はごめんなさい。高谷、次こそ3度目の正直、いける、高谷もう一回、高谷、こっち、さあやってきました、次こそ私のことにやってきました。さあそして高谷ですね、実は皆さんの近くを飛ぶためだけに出てきたのではありません。実はね、ある大技の披露、ウサギ狩りが控えています。ハリスホーク、現地では狩りの名人としても有名です。猛禽類の中では唯一群れで狩りを行う種類です、まあ、もちろん毎回群れではありませんが、単独で行う場合はネズミやトカゲといった自分よりも体の小さな相手を狙いますが、集団群れで狩りを行う際にはウサギやキジといった自分よりも大きな相手を狙います。さあそんな高谷のウサギ狩りちょっと見たいという方ちょっと、ね、いらっしゃらないかもしれないので一応聞いておきましょう。高谷の狩りが見たいという方、その場で手を挙げてお知らせください。あまりいませんね、いいですか、私見ない、見ないということでいいですか、もう一回いきますよ、ウサギ狩りが見たいという方、その場で手を挙げてお知らせください。はい、ありがとうございます、手が増えましたね。では皆さんの期待にお応えして、こちらに怪しげな木箱が用意されました。この中にはね、先ほど言いましたようにウサギが入っています。ちょっとかわいそうな気もしますが、これも高谷が健康に生きていくためです。皆さんご理解ご了承よろしくお願いします。まあ、では早速行ってみましょうか。ウサギさん、健康でーす。飛び出したウサギに直接しっかりと捕まえて狩り大成功でーす。はい、ありがとうございます。安心されましたかね皆さん。ラジコンのウサギでした。ですが野生のウサギには絶対できない超高速バック走行ができます。そう、後ろに走るんですね。さあそして高谷ですが、実は今ウサギさんの頭をしっかりと掴んでいます。これはですね、自分よりも体の大きな相手でも頭急所を掴めば勝ちということを本能的に知っているからやってるんです。あ、そんなね、ウサギさんの頭なんですが、高谷が毎日人むしり草むしりし続けた結果、大きな穴が開いてます。見ますか皆さん、高谷がむしった結果こうなってます。次に皆さんがいらっしゃる頃いつかは分かりませんが、顔がないかもしれませんので覚えて帰ってください。さあではね、ウサギさん大役を果たしたのでお家に帰ります。お疲れ様でした。ちなみにこのウサギは明日も元気よく捕まります。さあではね、しっかりと狩りを決めた高谷の出番これにておしまいです。ハリスホークの高谷でした。さあ高谷の次に登場するとき、皆さんの次は右手からそろそろ見えてくる頃じゃないでしょうか。さあスタッフが大きな鳥を連れてやってきました。あの鳥の種類名は
わしのすりと言います。名前はわしのすけです。さあ、わしのすりという種類名ですね。あんまり聞いたことがないという方多いと思いますが、それもそのはずです。日本国内での飼育は数がとても少ない種類です。さあ、そんなわしのすりのわしのすけなんですが、これまたね、皆さんのお近くまで飛んできます。ですが、先ほど言いましたように、タカヤよりも体が大きいです。なので、先ほどは小さいお子様だけの限定でしたが、次は大人の方も獲物の対象にしてしまいますので、皆さんお席に座ったまま今日はご覧ください。さあ、ではね、わしのすけの1本目、一番長い距離、早速読んでみましょう。わしのすけー。さあ、奥からこちらに向かって登場です。なってきましたね。それでは改めまして、ワシノスリという種類の大型の猛禽類、名前はワシノスケ、男の子です。さあ、ではね、先ほど言いましたように、皆さんのお近くまでやってきますので、迫力ある飛んでいる姿ご覧いただこうかと思います。ちなみに翼を広げて約 1.5 メートル、とてもね、体がでかいです。なので、皆さんが目の前までやってくると、よく怖かったという声を聞くんですね。わしのすけですが、皆さんどこ行く、わしのすけ。まさかの不時着でした。わしのすけ、ね、今日はね、結構風が吹いてるんで、ね、なかなか風を読むのが難しいみたいです。じゃあ、お兄さんの方に戻ってもらいましょうかね。わしのすけ、ね、翼を広げて 1.5 メートルあります。目の前まで来るととても迫力があるので、怖いという声を聞くんですね。ですが、皆さん安心してください。私も怖いです。何が怖いかというと、わしのすけ、私の顔にいつか飛んでくるんじゃないかと思ってね、ヒヤヒヤしています。さあ、一回来れるかな、わしのすけ。私たちスタッフは今動いているので、わしのすけからすれば獲物だと思ってね、こちらに向かってやってきているんです。皆さんは動いていないので、多分障害物かなんかと思っているんですが、私たちスタッフ動いているので獲物の対象です。つまり、わしのすけからすれば獲物が手の中におやつを持って動き回っているというふうに見ています、私のこと。なので、私の手ではなく顔に向かっていつか飛んでくるかもしれません。わしのすけ、来れるかな。さあ、来れませんかね。ちょっと場所変えてみましょうかね。わしのすけ。さあ、そんなわしのすけなんですが、暮らしている現地はこれまた南アメリカです。ですが、ジャングルではなく岩がゴロゴロと転がる山岳地帯です。国名でいうとペルーやボリビアといった国に、ね、たくさん暮らしています。さあ、そして皆さん、わしのすけの体の色にご注目ください。綺麗な灰色です。これは先ほど言った岩に似たような体の色をしています。保護色と言われるもので、敵や獲物から見つかりにくい体の色です。なのでね、わしのすけ、遠目から見たら大きな岩かなんかに見えるんだそうです。わしのすけ、どこ行く。なんかすごいとこ行きましたね。さあ、そんなわしのすけなんですが、体が大きいがゆえにある困ったことが一つあります。その困ったこと、何かというと、わしなのか魚なのかよくわからないと言われます。そこで皆さんに問題です。あのワシのすりはワシの仲間でしょうか、それともタカの仲間でしょうか。どちらだと思いますか、皆さん。まあ、一回聞いてみましょうかね。勘でもいいので手を挙げてください。あのワシのすり、タカだと思う方、手を挙げてください。あ、今日少数派ですね。はい、ありがとうございます。では、ワシかなと思う方、どうですか、手を挙げてください。はい、ありがとうございます。手を挙げてない方は、袋か何かに見えてますか。はい、わしかタカですのでね、その時点で不正解です。いけるかな。タカ、わしのすけ、間違えた名前。名前間違えたから、ね、上に行ってしまいました。さあ、そんなね、手を挙げてない方々のために、私からヒントを一つ出したいと思います。さあ、世界中にわしとタカたくさん暮らしていますが、その違いはとても簡単です。それは体の大きさです。体が大きいのがワシ、小さいのがタカ、それだけです。はい、簡単ですね。
では以上のことを踏まえてもう一度聞きたいので、わしの助一回戻ってこれるかな。なんか私の元に戻ってきそうな気がするんですが、いける、わしの助戻ってきましたね。さあではね、お兄さんの元に戻ったらもう一度お聞きしますので、皆さん今のうちに答えを考えておいてくださいね。さあ、体が大きいのがわし、小さいのがタカですよ。さあではね、わしの助お兄さんあっち、いけるかな、持ってないよご飯。さあわしの助いけるかな、お兄さんの元に戻ってもらいたいんですが、さあではね、ちょっと準備ができたら行ってみましょうか。さあわしの助、だんだんとね、翼が下に垂れ下がってきてるの皆さん分かりますか。これ何かというとですね、疲れてきているんですよ、わしの助。先ほどから不時着を繰り返しているので、だんだんとね、疲れてきているんですね。さあわしの助、お兄さんの元戻れるかな。ちょっとね、私が一回止めてしまったのも悪かったかもしれませんが、さあ戻れそうですかね。さあ無事戻りました。では皆さん答え決まりましたかね。聞きますよ。さあ私のヒントを聞いた上で、いないとは思いますが、鷹だと思う方は手を挙げてください。いいんですか、先ほど手を挙げたお兄さん、いいですか、大丈夫ですか。はい、ありがとうございます。ではね、わし派ですかね。皆さん一応聞きましょうか。わしかなって方どうですか、手を挙げてください。はい、ありがとうございます。ではね、こちらにやってきたら念願の正解発表です。わしのすけ、さあ実はこのわしのすりはわしではなくタカの仲間です。はい、なので私のヒントを無視した方々が正解なんですが、本日いませんでした。皆さん不正解です。ではなぜ体がでかいのにタカの仲間かというと、世の中には例外という言葉があります。そう、わしのすけは例外で鷹の仲間です。覚えて帰ってください。さあ、そんなわしのすけなんですが、わしのすけ、さあ上に行ってしまいましてね、先ほど言いましたようにわしのすけだんだん疲れてきています。あれですね、その休憩スポットです、彼の。さあね、わしのすけね、だんだんこのまま飛ばし続けると不時着して、私たちスタッフの間を歩いて飛んでいかないと、歩いてね、渡らないといけなくなってしまいますので、そんな格好悪い姿は見せられません。このままね、向こう側行っちゃったんで、ではおしまいにしたいと思います。最後頑張りました、わしのすりのわしのすけでした。以上で本日のバードショー終了となります。最後までご覧いただきまして誠にありがとうございました。この後最後頑張りましたわしのすけを1回500円で手に乗せる体験を行います。この広場ではなく次の温室奥の広場のあたりでお待ちしています。また2時からペンギンのお散歩も始まります。そちらもどうぞご覧ください。